こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日も無課金サーバーが芝居までやっていきたいと思います。はい、実はですね、これね、録音設定ミスってまして、はい、音声データすべてぶっ壊れてます言ってますね。はい、で今ね、信楽をね、一体でね、クエストレベル13にね、挑戦する前振りをずっと喋ってるんですけど、あ、今日お誕生日の方、おめでとうございます。はい。多分、ナレーションもすべて噛むと思います。はい。結論から言いますと、はい。ヒロアカ、昨日交換する言うて、忘れておりました。はい。それで、ぐだぐだ言うてますね。なんかもう忘れてたんですよ、みたいな感じのことをね。はい。多分、この時にね、もう何言ってるかをね、僕も聞き取れんぐらい音声データね、壊れてるんですよ。まあ、とりあえずね、クエストレベル13、はい。この前の動画でパズル&RPG& ドラゴンズかなんかようわからんこと言ってたんで、せっかくなね、もう、しがらき、コラボ終わりましたけども、はい。せっかくなクエストレベル13ぐらいならね、自陣というかもう、一体だけでいけるかなと思って、それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、しがらき一体だけにしてみました。はい、先言いましたが、これ、フェンリルウィズとね、はい、組み合わせていますね。はい、いつになったらリーダースキルご紹介するのか僕も分かりません。あ、今やりましたね。はい、リーダーのしがらきホームランにリーダー全体戦にスキルチェーン2つ。はい、アグリゲート武器ですね。この時多分ね、アグリゲート武器が出てこへんくて悩んでますね。はい、で、変身後のリーダースキルが一応闇お邪魔の同時攻撃ダメージを激減、攻撃力が45倍、4コンボ加算、固定500万ダメージ、闇属性の HP が 1.2 倍っていうテーブルと思います。あ、僕も買いましたね。はい。で、こちら TWICE ですね。TWICE に、中学生、全パラ強化で消せない解除に割る人武器ですね。はい。次が、メアリス。メアリスに、バレンタインポンド武器で、全パラ強化で、アシスト無効潜在つけておりますね。核戦法ファイトバックですね。はい。で、こちらがカルーアミルクです。カルーアミルクに、毒目覚め潜在に回復力強化。で、この前の、何やったっけ、はい、バーテンダーオーディンの武器ですね。この時も多分僕、出てきてないです。なんかやたら喋ってるけど、どうなるのこれ。はい。次がね、ベノムですね。マーメルコラムからベノムですね。はい。聴覚性スキルプラスに上限解放に、スキルチェーン2つ。はい。10連ガチャパーアシストしております。で、2ターンで使えるお邪魔と、毒茶、闇と回復、強化、茶は生成を、はい、使っておりますね。作れということで、はい。ベノムでなんかちょっと回していこうという感じですね。神々ですわ、僕も。はい。大丈夫かな、これ、いつまで喋ってるんか僕もわかんないですよね、これ。いつ終わるんやこれは。はい、次いきますね。はい、フェンリルウィズですね。フェンリルウィズに超覚醒スキルプラス、上限解放に神キラーで打球武器つけておりますね。このフェンリルウィズを選んだ理由がですね、どうしてもね、闇でお邪魔生成とかするキャラをフレンドさんに選んでしまうと、闇の2コンボとかお邪魔とかだけとか、お邪魔だけのその軽減リーダースキル発動してくれるやつがいなかったんですよね。全然フェンリルウィズをね、もう1体だけなんで、はい。お邪魔を消しといたら、はい。闇とお邪魔消しといたら、実質どっちもリーダースキル発動するわ、みたいな感じでね。はい。それでフェンリルウィズを選んでるわけですよ。で、ね。あと、神キラーも3つもあるしね。はい。スキルターンも1ターンなんでね。多分、いつ説明するんかな、これ。何かずっと喋ってるけどね。はい。あ、リーダースキル紹介してるんか。はい。どうなってるんやろね、これ。いつ終わるんや。あ、飛ばしたぞ、そのスキルの。こと、はい、はい、ですね、多分おそらくこれなんかグダグダ言うてるんで、多分なんか言い訳してますわ。はい、一回負けたんでしょ、どうせいつものことで。はい、最高。はい、6フロアですね。はい、毎日は出てきましたね。なんか考えてますね。リラチェンは大丈夫。はい、博愛の2億以上ダメージ無効ですね。はい、スキルチェーン食らいましたと。はい、まずカルーアミルクから使ってフェイストかけて、はい。で、次使うのは、ね、考えてますね。これ多分定まってないですね。あ、フェンリルウィズのダキ武器から使ってます。はい。2ターンヘイス使って、ワルリン武器で3ターンヘイスかけて。で、カルーアミルクを使って、はい。で、お邪魔と、またフェンリルウィズでね、この指とね、回復とね、お邪魔振りやすくしてるんですよ。で、ベノムの後の10連ガチャパワー使って、で、最後、ポンノで出来上がりと、はい。で、しがらきで、はい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 、多分なんかね、多分声真似してたんかな、これ。なんなんやろ。なんか言ってたと思うんですけどね。で、パズル、遅いなぁ、ちょっとこれ見ながらちょっと音入れてたらめっちゃ遅いっすね、僕。
でもなんか編集だけで見てるんでね、ちょっと違いますわね、無効貫通決めちゃってと。はい、でコンボカさんも大丈夫じゃないっすね、これ削れてないっすね。で今ね闇ドロップの数数えてるんですわ。これで軽減も払えたでしょ、遅延食らったでしょ、どうしようかなって言った時に、はい、ごめんなさい、噛みました。はい。で、とりあえず、ペンリービズ使うのはデフォルトですね。はい。で、ベノムを使いまして、はい。4攻撃し、いくんかな ?3-3 の分割かな、どっちか迷ってますね。パズルしながら迷ってますね。そんな余裕あるんかな、ちゃんと決めてからパズルしてほしいわ、ほんまに。で、はいはい。闇の肉分割とコンボガサ。なんでこれコンボガサ入ってるの、ちょっとゴンゴン言うてるますね。はい。言うてるますねって言っちゃいましたね。雲は大丈夫。はい。ルーレット作られた。これルーレットちょっと気をつけてや、ほんまに。で、フェンリル使って指も伸ばして。で、やっとマンパレードを考えてますね。はい。それで、はい。お邪魔を、あ、お邪魔、なんでお邪魔持ってたのに救わんの、そこ。まあ、インカ行くぐらい。はい。で、無効貫通で、行きたいところですが、闇がちょうど来た。はい、来た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 。はい。はいはいはい。あ、無効貫通組んで、お邪魔組んで、回復2セット組んで、はい。そこ4攻撃せえへんねん。別にいいんでしょうね。ここら辺やったら。はい。さあ、無効貫通が、結果はいけましたね。はい。フレイいきますね。で、76番目も終わって、2フロア。はい。織田信長ですね。はい。信長コンチェルト僕大好きなんですよ、ドラマ。はい。昨日、ちなみにね、GTO をね、見逃したんですよね。交換し忘れたっていうか 寝過ごしてたんですよ。でフェンリービズまず使いまして、はい、何使おうか迷ってますね。でカルガミルクでいきますね、これ、はい、カルガミルクで無効貫通を踏んでいくと。ただね、ほんま死柄木ってやつね、結構ギリギリな戦いになるんですよ、ほんまに。これで、はい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 、お邪魔の落ち込む2個決まって、はい、17コンボ。なんか、もう頑張って説明してますけど、何言ってるんやろ、この時。はい、めちゃくちゃ食らいましたね。はい。重厚のなんかに火が灯ったよ。で、フェンリルーズ使いまして、これはもう欠かせないですね。はい。で、しがらき使って、このしがらきのボイスを聞きながらやりたいんですけど、僕ちょっと今聞こえてないんですよ、しがらきのボイス。んで、はい、あ、向こう方ちょっと見せて見せて、あー、気づいた気づいた。お邪魔で閉じて、はい。ただせ、コンボ、足りてる？あ、どうした？強化ドロップを入れに行くっていう頭脳プレイ。それを別に斜めに入れに行かんでもいいのにね。パズル下手やのになんで斜めに対応するんやろ。で、織田信長が激ハーとね、はい。で、次はね、ベノムが上がってきてるんで、ベノム使ったらいいだけなんですけど、はい、どうしても、なんか喋ってますね。ミラーちゃんですとか言ってるんですかね。フェンリルビズはまず使うと。はい。で、ベノム、やっぱ使いましたね。はい。それで、5個しかなかったんで、闇の4ゲスト。闇の4ゲストでもね、火力出るようにね、トワイスの究極のやつにね、悪いにつけて、副属性も闇にして、その4ゲストも付与してるわけですよ。昨今の流行りですわ、なんか。で、これで削れるんかな。全然削れないんですよね。ほんまにね、死柄木はやっぱループしてこそなんですかね。どうなんですかね。でもね、難しいところですよね。ループキャラ最近揃えるのはちょっとね、なかなか運もよりますからね。で、まずフェンリルビズ使って、で、トゥワイスのザットマンパレードかなんか使って、はい。無効貫通あるか、これをもうね、運なんですよ、ほんまに。で、無効貫通で行くんか、あ、無効貫通がミナちゃんがないので、4ゲシで行こうと、はい。そのためにね、ウリゲート武器でね、10コンボ強化ね、付与してるわけですよ、死柄木に。中途半端な文化じゃなかそこにほんま。で、これも、で、とりあえずミラーちゃんも倒せたと。で、次は、死柄木使うのか、ベノム使うのか、ちょっと僕にもわかんないんですけど、なんかちょっと作戦みたいなし、ね、喋ってますね。どっちでいけるかなって、多分この時の僕も言ってると思います。で、まずは核戦後解除して、はい、フェンリルビル使って。この闇のコス数えてますね。無効貫通組めるか。で、ベノムで組めると判断したんで、判断が早い。はい。で、無効貫通。いや、ちょっとパズルほんま遅いねんな、僕。存存結構煽られるんですけどね、最近。ほんまに遅いわ、これ。お邪魔繋がってるけど、まあ、ええでしょう。はいはい。で、はい、無効貫通決まって、はい。ちょっと後ろ髪ちょっと跳ねてましたね、僕。はい。
で、これで、シガラキのドレンカフなしに全然効かないと。シャインフラッシュ。シャイニングフィンガー。僕、Gガンダム結構好きなんですよね。ね、弱体が食らって、シガラキ解放ですね。はい。シガラキ解放したら、もうこれは光属性なんで、相手はもう一発で飛ぶでしょ。ただ、ちょっと分割に、分割がほんとちょっとね、下手くそですね。結構ちょっとどうやってるかがちょっと腹立ってますね。はいはい。で、まあまあ問題なく削れると。熟成したと。はい、熟成。ということは、ここで、キングルビーの輝き。これ耐えれるかな言ってるんですよ、ギャウギャウに。結構カチカチなんですけどね。フェンリルビーですとね、あの、シアラキの軽減倍率結構カチカチなんで、13ぐらいやって耐えれるんちゃうかな言うてるんですよ。で、一応まあカルガミルクも使っといて、はい。で、4ゲシ組んで、あ、火力面に問題があったのかな。んで、どうしよう。あ、お邪魔の無効貫通決めてますね、これ。で、この時の僕も自分ば、びっくりしてるんちゃいます？この顔からしたら。そう、気づいてないのかな、お邪魔で無効貫通決めてることに。で、お邪魔の無効貫通のおかげもあって、半分削れたと。はい。それではギャウギャウ。いけました。お、耐えれた。ちょっと一瞬目見開いてたんで、あれか。ギャウギャウ耐えれるかちょっと不安やったな。で、トワイス使って、ザットマンパレード。はい。行きまして。これ4ゲシ行くんちゃいますかね。はい。あんまり、ちょっとルート定めてからね、パズルしてもいいかな、僕は。んで、はいはい。これもキーも、ちょっとした落としみたいにしてね。はい。行ってますね。はい。4ゲシにして、しっかり回復して、落として、はい。コンボカさんも入って、ギャーギャーこれぐらいなら倒せるでしょう。ということで、はい。最後、しがらきが上がってきたので、姉ちゃん、ちょっと記念、大丈夫だったかな、これ、隠せることがない、大丈夫かなって多分僕も言ってると思いますよ、この時の。はい、トゲなんだけなんです。はい、めっちゃ噛みましたわ。で、フェンリルビズ使っといて、はい。で、しがらき、俺はお前を許さないでしたっけ、何やったっけ、ちょっと聞こえてないんですよね、ほんまに。あ、ちょっとあれですね、トゲにひよってますね。そんなんでいけるんかい。さあ、いけるのかい、姉ちゃんワンパンできるのかい。はい、ワンパンクリア。おめでとうございます。結構どうやってるけどね。そんな大したパズルしてないですね。ほんまに。さあ、4月のクエスト13クリアと。はい、それでは報酬受け取っていきましょうという感じですかね。はい、報酬受け取りました。魔法石13個と、2ジピー5個と。はい、おめでとうございます。みたいに言ってますね。なんか手叩いてますね。手叩くの癖なんですかね。で、最後に、こんな編成で多分クリアできますと。はい。パーティー紹介みたいな感じですね。シガラキ1体でも全然いけると。はい。結構、その耐久力があるんでね。長期戦とかでもね、全然そのね、ヒロアカがコラボから始めましたっていう方はね、ヒロアカコラボが最近か。はい。あったよという方はね、全然しがらき一体でもね、もうほんまフェンリルウィズ結構フェス券で出ます。ほんまにゴッドフェス大概入ってますわ。で、それでね、もうこんなんでも、はい、レベル13ぐらいクリアできるんで、ただ14も考え方によってはクリアできるのかな。で、なんか言うてますね、最後の締めに入ってるんですかね、これは。ちょっとあれですね、僕もそのどこまで喋ってるか分かってないんで、はい、今どこまで言ってるんやろ。あ、うわ、評価も。それでは、なんか、フォローしてください。言ってますね。はい。それでは、こんな、なんか、しょうもない動画でしたが、ありがとうございました。ほんまにね、ちょっと次の動画もね、音声バグってるんで、この方式でよろしくお願いいたします。それでは、最後にご視聴くださり、ありがとうございました。ほんまにありがとうございます。バイバイ。